警視庁は今日、都内すべての警察署長を集めた会議を開きました。この中で小島警視総監は、闇バイトについて危機感を示し、対策の一層の強化を呼びかけました。会議には、都内全102の警察署署長など、およそ280人が参加しました。小島警視総監は冒頭の訓示で、SNS などで募集を行い、高額な報酬と引き換えに違法な犯罪行為に加担させるアルバイト、闇バイトについて言及しました。昨年来、犯罪実行者募集情報、いわゆる闇バイトを安易に利用した者らによる強盗事件等が都内においても発生しています。情報共有を徹底しながら、各種検挙活動等を強力に推進していただきたいのであります。このほか小島警視総監は、広域的に発生している特殊詐欺に対しても、警視庁が全国の警察を主導して一層の対策を行うよう指示しました。